残念、これを買ってしまったからまた今度です。皆さんこんにちは、うすいです。実は今仕事の休憩中に飲みの市に来ています。今日開催されていた飲みの市はボーマルシェ通り沿いでした。ボーマルシェ通りといえばまっすぐ進むと皆さんも必ず歴史の授業で覚えたであろういいな早くフランス革命のバスティーユ牢獄があった広場に通ずる通りです。今日の予算は90ユーロ。昼休憩なので時間もあまりなくサクサク見ていこうと思っています。このボーマルシェ通りの飲みの市に来るのは今日で3回目か4回目なんですけど、毎回来るたびにすごい華やかな色合いのもの、なんか綺麗なものがたくさん置いてあるなっていうイメージがあります。なのでこの土日にここのボーマルシェ通りの飲みの市が開かれるっていうのを知ってからもう楽しみで仕方がなくて、1時間しかない休憩時間にも来てしまうほどもう楽しみにしておりました。今回とっても時間が限られていたのでさっと見て気になるものは買ってしまおうかなと思ったんですが、気になるものが3つあって椅子か額縁か鏡で迷っていました。全部の値段は聞いてないんですけど、その3つに関しては値段を聞いているので最後に発表したいと思います。もう私思うんですけど、晴れの日の飲みの市って最高なんですよね。この太陽の光に照らされたグラスとかフランス食器がめちゃめちゃ綺麗なんですよ。そしてこの箱の中を漁るのもまた楽しみの一つです。なんていうかこうテーブルの上に綺麗に並べられているものってちょっと高そうに見えませんか？それに比べると段ボールの中に入っているものの方が少しお安いのかなっていう勝手な想像でした。あ、これはシュガーポットですね。なんかリモージュっぽいですけどちょっとラベル見なかったんですが、これは見慣れた刻印だなと思ったらサルグミーヌでした。私も持ってるので。ソーサーですね。20ユーロと書いてあるんですが、カップの部分がなくなってしまったのでこの箱の中に入れられたんでしょうね。なのでこのカップ部分を持っていた人はソーサーが安く手に入ってラッキーだったかもしれません。こちらの店にはよく映画のシーンなんかで見るワインやウイスキーのデキャンタボトル、そしてカラフですね。大きな容器に移し替えることで香りが引き出されたり、少し空気に触れさせることで味わいがまろやかになったりするそうです。いつかデキャンタデビューしてみたいものです。こちらは本の形をした小物入れです。絵がとっても綺麗ですね。こちらの天使ちゃんは右の羽の部分が欠けてしまってます。欠けていなかったら買いたかった。キャンドルホルダーも綺麗です。このガラスの鈴もめちゃめちゃ綺麗ですね。シンデレラに出てきそうです。出ました、スプーンコーナー。私スプーンを集めているのですが、今回のはあまり好みではありませんでした。最近飲みの市に来るとこの懐中時計が目に入って気になって仕方がなくなっています。そしてこちらは1ユーロコーナー。白い湯飲みにご飯茶碗、こけしまである。日本っぽいなって思っていたらよく見ると日本語が書いてあります。そして奥には大量のこけしたちがいました。福島県のもののようです。ヴィンテージと書いてあります。湯飲みの柄も綺麗ですね。こちらはお茶碗、よく見るとヴィンテージ、1960年代から1970年代のものと書いてありますね。
今回このボーマルシェ通りの飲みの市は80店舗出店しているそうなんですが、40分で見られたのはだいたい20店舗くらいでした。ということで急ぎ足だったんですけれども、気になったものたちの値段を聞いてきました。それぞれのお値段はこんな感じでした。私は最終的に鏡を選びました。この鏡の形が珍しくてなかなか出会えないかなって思ったのでこれに決めました。その後ですね、仕事に戻ったんですけれども、やっぱりあの椅子が欲しかったなっていうことに気がついてしまって、でもまあ今度飲みの市で似たような椅子にあったら絶対買おうっていうふうに思っていたんですけれども、たまたま次の日の仕事後ですねに同じ業者さんがもう閉店作業をしていて、その家具を車に積み込んでいるところだったんですけれども、その椅子がまだ残っていたんですよ。なのでその店員さんにもう終わりですかって聞いたら、いやまだ大丈夫だよって言って、で現金は持ってなかったのでカードで支払えますかって言ったら OK っていうことだったので、もう何も考えずにじゃあくださいって言って2脚120ユーロで買って持って帰ってきちゃいました。なので予算は90ユーロと言っていたのに結局使ったのは170ユーロでした。はい、最後にその買った椅子を皆さんにお披露目してから終わろうと思います。こんな感じの椅子です。ちょっと言い訳をすると、メゾン・デュ・モンドっていう家具の雑貨屋さんがあるんですけれども、そこでとっても似たようなデザインのものが1脚130ユーロで売っていたんですよ。でも私は飲みの市で2脚で120ユーロで手に入れたのでとっても得した気分なんですけれども、はい、言い訳でした。はい、ということでここまで見てくださり本当にありがとうございます。また見に来ていただけるととっても嬉しいです。それではさようなら。